あきる野市伊那にあります、なんていうの、北郷神社っていうんですか、なんかねこういうちょっとこう道から離れてずん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 こう登ってきたところにねこうあるんですけども、これいいね、いいですねこれ、このね木造の神明っていうのはの、まあ、全体的にこういいんですけども、この柱のねこの太い右から左から右へこうぐーっとこうね太くなっていくって、これやっぱ、古い形式を残している感じですごく、好感が持てるところでございますけども、またしめ縄がね、しめ縄がこれどう見ても普通のこれねロープですねこれ、そしてこうついてるしでが何でしょう、これ金属製ですわね、なんかブリキの板のようなこうピッカピカの、まあなんかしかも折り方もなんかよう分からへん感じになって、こう独特なこんな折り方よう初めて見たなと思って、鳥はいいですけどね、鳥はすごくいいですね、はい、笠木がいいですね、この継ぎ目のこの処理なんかもねすごいよくできてるというか、はい、屋根もついてねちゃんと、まあ、屋根をつけてもそんなに守れるもんでもないけどもね、はい、おしまい。